リヴァーディ、ジョンソン。リヴァーディ・ジョンソンは、アメリカ合衆国の弁護士、政治家。ザカリー・テイラー大統領の下で、第22代アメリカ合衆国司法長官を務めた。1796年5月21日、ジョンソンは、メリーランド州アナポリスにおいて誕生した。ジョンソンは1812年に、セント・ジョンズ・カレッジを卒業した。ジョンソンは法律を学び、1815年に弁護士として認可を受けた。ジョンソンはボルチモアに移り、ルーサー・マーティン、ウィリアム・ピンクニー、ロジャー・トーニーらと知り合った。ジョンソンは1821年から1825年までメリーランド州上院議員を務めた。ジョンソンは1825年に弁護士業に復帰し、その後20年にわたって弁護士業を継続した。ジョンソンは1845年にホイッグ党から連邦上院議員に選出された。ジョンソンは1849年にザカリー・テイラー大統領からアメリカ合衆国司法長官に指名され、連邦上院議員を辞職した。ジョンソンはテイラー大統領の下で司法長官を務めた。テイラー大統領が急死し、ミラード・フィルモアが大統領に就任すると、ジョンソンは司法長官を辞任した。ジョンソンは保守的な民主党員となり、1856年の大統領選挙でスティーブン・ダグラスを支持した。ジョンソンは1857年のドレッド・スコット対サンドフォード裁判では被告サンフォードの弁護を行い、奴隷制度の擁護を行った。だがジョンソンは個人的には奴隷制度に反対の立場を示し、南北戦争中にはメリーランド州の連邦離脱に反対を主張した中心人物となった。ジョンソンは1861年に南北間の講和会議にメリーランド州代表として出席した。ジョンソンは1861年から1862年にかけてメリーランド州下院議員を務めた。1862年、ルイジアナ州ニューオーリンズを北軍が占領すると、ジョンソンは、エイブラハム・リンカーン大統領から、バトラー軍事司令官の政治的決定について、見直すよう委任を受けた。ジョンソンは諸外国の政府との関係についての、バトラー司令官の政治判断を洗い直し、政府の意向に沿うよう、バトラー司令官のあらゆる決定について、撤回を行った。1863年、ジョンソンは連邦上院議員に選任され、1868年まで務めた。1866年、ジョンソンは国民同盟会議に参加し、アンドリュー・ジョンソン大統領の支援体制の構築を試みた。連邦上院議員としてジョンソンは国民同盟会議の議事報告を行った。1868年、ジョンソンは大統領から駐イギリス公使として指名を受けた。ジョンソンはイギリスに渡り、南北戦争中に生じた米英間の問題を解決するジョンソン・クラレンドン条約を締結した。ジョンソンは1869年に公使を辞職した。ジョンソンはメリーランド州に帰国し、弁護士業を再開した。ジョンソンはメリーランド州公訴裁判所の判決を記録編集する仕事に従事した。ジョンソンはまた、白人主義団体、クー・クラックス・クランに対する起訴手続きを政府から依頼された。1876年2月10日、ジョンソンはメリーランド州アナポリスの州知事官邸のバルコニーから転落し、即死した。ジョンソンの遺体はメリーランド州ボルチモアのグリーンマウント墓地に埋葬された。ありがとうございます。